大阪市立新たち中学校ですテーマはアダプティブラーニングを地盤とした21世紀スキルと ESD 教育の推進発表者は山本先生ですアドバイザーは大阪教育大学准教授の寺島先生ですなお寺島先生は本日公務のためアドバイザーコメントをビデオに見ていただいております進行はですね私、ノリズムの方で進めさせていただきますのでよろしくお願いします 最初に山本先生から取り組み内容の発表をまず10分間お願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。画面の方を共有させていただきます。はいえー、それでは、新たずみ中学校の成果報告を行いたいと思います。本日の発表は、私、山本が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。 香港の研究に至るまでの経緯ですが、香港はこれまで特段 ICT を活用している学校というわけではありませんでした。しかし2016年からすべての子どもたちに学習権を保障すること、そしてすべての子どもたちにとって居場所を整えること、この教育の普遍的で最低限の目標を達成するために奮闘してきたという歴史がございます。多様な個性を持つ子どもたちを前に、これらの基盤を整えていくだけでも、従来の仕組みやものだけでは達成しづらいということを実感してきました。 社会の変化やテクノロジーの進化価値観の多様性を前にし今まで重要視してきた大切なことを守っていくためには仕組みを見直しテクノロジーを基盤とした環境に身を置かなければいけない ICT を活用せざるを得ないと考えるようになっていきましたそうした中で2019年パナソニック教育財団より特別研究指定校に認定いただき仕組みから再整理し ICT を導入するという香港の新たなチャレンジがスタートしていきました 簡単に言うと、未知の状況に対応できる資質能力をどのように育成していくかということに尽きていくかと思います。ICT 等を活用し、今に適した学習の場を提供していく。単元テスト等を通して確かな評価を行い、ペーパーテストで測ることができる学力もきちんと向上させていく。一方で、探究的な活動を充実させ、思考力、判断力、表現力の育成や学びに向かう力、 人間性等の育成につなげ、否認知スキルを向上させていくことを目的として、取り組みの方を進めていきました。このような目的を掲げながら、香港の研究はスタートしましたが、この2年間の進捗を大きく整理すると、このように大きく4つのフェーズに分かれていきました。1つずつご紹介していきたいと思います。まず初めは、評価の形について見直していくことから始めていきました。 定期テストを単元や内容ごとに区切ったテストに変更をしてですね何ができて何ができていないのかを生徒教師ともに認知しやすい仕組みを整えていきましたそしてそれと並行してペーパーテストで測ることが難しい資質能力いわゆるコンピテンシーや非認知スキルと呼ばれている力も本校の言葉で整理をしていき全教員共通の視点を持って資質能力を育成することができるような基盤の方を整えていきました そして次の第2フェーズでは、香港の学力という言葉を3つの言葉に整理をしていきました。学んだ力、学,びをか学ぼうとする力、そして学びを生かす力の3つです。まず、学んだ力、こちらは知識技能、思考表現判断もあるんですけれども、今まで行ってきたいわゆるこうペーパーテストをですね、ベーシックナレッジテストという形で、 定義をしまして、ご教科を中心に2週間に1回のサイクルで実施をしいわゆる内容のフィードバックを行えるような仕組みにしていきました。そして実験器具の使い方やスピーキングといった技能面のテストはスキルテスト、S テストとして整理をしていきました。学ぼうとする力については今まで取り組んできた PBL や探究活動の取り組みが生徒の学びに火をつけるツールとして 本校ではすでに確立しつつありましたので、これらをもとに育んでいこうという流れで進めました。そして最後に学びを生かす力ですが、こちら、日々の授業に関しては、まだまだ一斉講義型の授業が非常に多くですね、学びを生かす力を育む授業として不十分であるということが、このように分類をしていくことで、だんだんと浮き彫りになってきました。 知識技能を活用して問題解決をする場面を授業の中に整えなければ生徒は思考,すること思考を深めることはなかなかできませんし他者に対して何かを伝える場面がなければ自分の考えを表現する必要も出てきませんこのような場面を教科の授業の中できちんと設計をし子どもたちが向き合う環境を整えていくことで資質能力をより育むことができるのではと考えるようになりました。 そこから寺島先生のアドバイスのもと、逆向き設計のパフォーマンス評価の取り組みを進め、さらにそこに ICT がどのように価値を見出していくのかについても模索をしていくことになりました。軌道修正をして、さあこれからというタイミングで、本校もコロナが訪れることとなります。しかし、本校はすべての子どもたちに学習権という場所をということを目的として進めてきていましたので、ここで止まるわけにもいきませんでした。 パフォーマンス課題への取り組みを一旦置いてですね、グーグルからクローンブックを貸し出しの申請を進めていきました。最終的には2020年度、全生徒に1人1台クローンブックを貸していただけることになりましたので、助成金の使用目的も変更して、w i f i を整備していくことになりました。また、株式会社コンパスからもご支援をいただきまして、キビナを導入することになりました。 こうして、この休校となった状況下でしたが、香港につきましては、幸いなことに劇的に ICT 環境を整えることに成功していきました。同入と同時に、教員への研修もすぐさま行っていきました。また、テレワークとなったため、必然的に Google Workspace for Education を教師自身も活用していくことになります。そのため、教員の研修も日曜の中にすぐ溶け込んでいくようになりました。このような背景がありましたので、 学校が再開されたフェーズ4の時期には、一気に共同的な学習における ICT 活用の事例が増えてきました。こちらについては、パナソニック教育財団のホームページの方に事例集の方を記載しておりますので、またご覧いただけたらと思っております。このような時系列で、本校の取り組みはまさに手探りスタイルで進んでいくことになりました。そして、6月になり、いよいよ授業の方が再開され、 教科の中でも思考力、判断力、表現力を育むようなパフォーマンス評価を進めていこうということで取り組みを進めていきました。これを実践する上で大切なのは、プラスプスという6つの要素を明確にしておくことが大事だということです。誰のためにやるのか、何のためにやるのか、課題に直面したときの状況はどのようなものか、生徒はどのような成果を出せばいいのか、こういったことをきちんと整理しておくこと。 そして、それらのパフォーマンスは、どのような成果物や子供たちの姿で評価をされていくのかというところまでをきちんと整えて設計をしていくことです。そして、このパフォーマンス評価については、学習指導要領にも非常に求められている内容ですので、たくさん、教科書の中にも散りばめられているということも分かってきました。しかし、教科書という特性として、 異なる自治体や地域の人があのいわゆる複数の人が活用するものですので、えー、いわゆる先ほどのグラスプスの他者や目的シチュエーションといった、えー、その要素は取り除いて作成されているということも、えー、注意しておかなければいけないということが分かってきました、えー、私たち教員はまさにその教科書から取り除かれている、えー、そのストーリーや、えー、要素をです、ね、はみ込んでいきながら、えー、指導していくことが必要だということもあの活動を通じて分かってきました そのような視点で見ると、ストーリーを加えることができる問題というのは非常にたくさんあるなということにも気づいていきました。そこでひとまず実践してみることが大切だと思って、やってみた事例を紹介します。こちらの問題、1年生の数学の関数領域の問題なんですけれども、これ反比例の問題でになっています。これにストーリー性を加えていくと、このような形になるかなというもので、一つ見ました。広島旅行で他社の えー、忍びですね。千羽鶴を作ろうというシチュエーション。しかし、期限もあるので、えー、5人でやるべきものなのかどうか、えー、仕事量もきちんと検討しないといけないなということを考える設定です。えー、また、授業が終わっても、被災地の折り鶴問題という別の視点で学びを得ることができるようにもあの設計を工夫してみました。えー、このように、えー、ストーリーを作ることっていうのは、あの意外とまあできやするんですけれども、 えっと、実際に、えー、じゃあ本当に千羽通路を折るシチュエーションなのか、えー、どうかとか、えー、1年の内容なので、えー、1年生がじゃあ修学旅行には行かないだろうとかいうところについて、えー、一って、あのまあ、夢物語というような、えー、仮想的で、えー、現実のない問題にもなってしまいました。このように、えー、グラスプスを当てはめてストーリー性を作っても、えー、現実的かどうかというところによって、子どもたちの,あの当事者意識に階層が生じてしまうケースが。 たびたび生まれてきました。そこでパフォーマンス課題のレベルというものも本校なりに整理をしていくことになりました。このようにあの整理をしました。レベルゼロがいわゆる教科書の問題。余白がたくさんあるもののその場面に対して解決する必要は性はなくてですね。子どもたちのあのいわゆるこう日常にもあのあったストーリー性もありませんというようなものです。 レベル1は先ほどの広島の折り鶴問題のようなストーリー性はある程度あるもののその場面は子供たちにとっては現実的ではなく当事者意識が欠けてしまうような課題レベル2はまだまだ仮想的ではありますが子供たちの日常と関連しているような課題レベル3はまさに現実の問題に直結した課題とこのように整理をしましたこのような整理をしてレベル1なのかレベル2なのか ということも、あのあーだこうだ言いながら、少しずつレベルを上げ、子どもたちが社会と教科の津波芸名をしっかりと感じながら学ぶことができるように、今なお授業づくりに挑戦をしているということです。このように、右翼曲折ありましたが、定期テストの再編をしたり、逆向き設計のパフォーマンス課題に取り組みながら、子どもたちの資質能力の育成について取り組んできました。 そして ICT が日常化されることで、共同的な学び方が定着し、子供たちの個別最適な学び方も対応になってきました。評価の目的から仕組みを整理し、子供たちのこれからに焦点を当てた学校づくりにシフトすることができたのが、香港の2年間の成果だと感じています。ここまで導いていただきました、田良島先生をはじめ、パナソニック教育財団の皆様には、感謝の意を述べ、成果報告とさせていただきたいと思います。以上で報告を終わります。ありがとうございました。 えっと続きまして、えー、寺島先生からいただいてます、えー、ビデオコメントを放映したいと思います。えー、準備のほういいですかね。それではビデオコメントよろしくお願いします。大阪教育大学の寺島です。 大阪市立新辰つ中学校の取り組みについて学べるところをポイントとして紹介をしたいと思います。新辰つ中学校の実践研究の特徴は3点あります。1つ目に、これまで ICT 活用について、この学校実はそんなに強くはなかったんですけれども、オンライン授業機関にですね、 前向きに頑張って取り組んで、それを発展させようとしたところに一つ目の特徴があります。パナソニック教育財団の新達未中学校のページを見ていただきますと、新達 ICT 事例集というものをダウンロードすることができるようになっていますので、ぜひそれを参考にしていただければという具合に思うんですが、 それは2020年度春先に実施されたオンライン事業というのが下支えになっているという具合に思います。この時学校と家庭を結ばざるを得なかったので、えー、かなり積極的にです、ね、オンライン化を展開したこと、そしてそれを活用していくときにです、ね、いろんなクラウドサービスを活用せざるを得ない状況にあったかと思います。 それを試行錯誤しながら実施されて、そしてそれを発展させる形で、その後の対面事業でも実施をされたというようなところに特徴があり、それをいろんな教科で展開していったところが素晴らしいのではないかと思います。2点目なんですけれども、評価ですね。同行はテスト、 ということが多いようですけれども、これについて改善を加えることで授業をより充実させようとした点にも特徴があります。発表資料などでこうした図をこの学校は出してくるわけですけれども、厳密に言えば何も思考力、判断力、表現力のみが P テストではないと思いますし、学びに向かう力、人間性等が PBL だけに値するものとは到底思えませんけれども、とりあえず第1段階として、モデルでこういう具合に分かりやすく整理をされ、この P テストのところで、パフォーマンス評価を詳しく検討されたということ、これもいろんな評価にわたって検討されたというところに特徴があると思います。そして、そこで生み出されたパフォーマンス課題を見てみますと、中に というか,かなりの部分で ICT を活用したパフォーマンスをいろいろ考慮されているということで1点目の ICT の活用とつながってきた点に特徴があるのではないかと思いますそして最後本校は ICT 活用の先進校といえる学校ではないしモデル校でもないんですけれども 計画性というよりも手探りで進めながら目的を作り上げていくという、ひょっとすると今時の事業研究かもしれませんが、そういうところに特徴があったかという具合に思います。まとめると、その中核になったのは、当然 ICT の活用ということ、具体的には一人一台端末の活用ということになるんですけれども、そこを充実させつつ、あるいは 充実させながら、学習者中心の授業ということも忘れず、そこへ向けて改善をしていったということ、そしてそれだけではなくて、そのための評価の在り方についても合わせて改善をしたということで、ただ単に ICT を活用するだけではなくて、ですね学習者中心の授業という形だとか、評価の在り方を合わせて模索されたというところに特徴があると思います。 以上で、私からの実践研究の整理を終わりたいと思います。ありがとうございました。